県内で行事ております講演会を始めさせていただきます。皆さんこんばんは。こんばんは。池田幸男です。3回目、まあ、3年目、この池田幸男体操教室をこの体育の日、まあ、前日ですけども、開かせていただきまして、なんとか無事に盛大に、終了いたしました。本当に皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。今回はですね、本当に世界選手権真っ只中という、あと国体も今やってますけども、そういう試合の最中なんですけども、実は本当に昨日、今日ですね、今日は朝方、本当に夜中、今日の夜中ですか、昨日の夜中になりますか、2時ぐらいからですね、世界選手権の種目別大会が始まりまして、一応白井健三選手が3位に、じゃあ優勝で、その前の個人総合は3位に白井健三選手活躍してくれました。そしてその種目別の前の日がですね、女子の個人総合決勝ということだったんですけども、第1回目の時にこの沖縄に連れてきました加藤良平選手と一緒に連れてきました、うちの体操クラブの村上茉愛選手がですね、個人総合予選なんとトップで通過ということで、驚きました。これはもう夢じゃないかというぐらいですね、驚きました。そのぐらい、まあ、すごくいい成績です、ね、予選を通過して、まあ、本当にチャンスだったんですけども、残念ながら平均台で落下をしまして、平均台で落下するとですね、1点です。で、1点損したんですね。これ乗ってれば普通に1点はあったはずなんですけども、蓋を開けてみると、茉愛選手はですね、4位だったんですけども、本当に1位の選手と 0.5 ちょっとしかなかったんですね。だから平均台に乗ってれば軽々と個人総合優勝っていう、多分世界選手権ではですね、史上初だったんじゃないかなという、女子で世界個人総合を取るっていうのが、まあ、それぐらいチャンスだったんですけども、残念ながら逃してしまいまして、でもまあそういう戦えるっていうね、世界でもうトップを取れるぐらいの実力がついたっていう証明ではありますので、このまあ印象というかですね、予選トップだった村上茉愛っていう女子の選手っていうのは、世界の中でイメージ、印象に残りますので、またこれが次つながっていくと思います、東京に向かって。で、まあ今日種目別、やりましたけども、白井健三選手がゆか優勝金メダル1番取りました。で、明日ですね、明日というかもう今日の夜、夜中2時ぐらいからです、あとそうですね、5時間、6時間後ちょうど、実は向こうの時間では夜中のこちらの2時始まります、種目別が。で、インターネットで見れますけども、まあ大概見てると寝てる人ばっかりだと思うんですけど、起きてられる方はですね、ぜひインターネットで見れますんで、リアルタイムで、村上茉愛がですね、平均台と床と両方残ってます。ですので両方、まあ、メダル取れるチャンスがあるということなんですけども、床に関してはですね、予選で残った、2位で村上選手残ったんですけども、1位の選手がですね、棄権しております、実は床ということはですね、とても大チャンスなんですね。で、個人総合の時4位に終わりましたけど、床だけでいうとトップでした、全員の中の。はい、ですから非常にまたこれものすごいチャンスです、床で優勝できるっていう。もともと床はですね、得意だったので、オリンピックでも種目別に去年残っておりますようで、で、そういう選手なのでですね、ぜひこれ応援していただいて、なんとかね、明日民放ではですね、9時55分です、これは皆さん見れそうですね、朝9時55分から沖縄朝日放送は何ちゃんですか？3ちゃん5ちゃんですね。これは東京と一緒ですね。5チャンネルです。5チャンネルで9時55分から、放送されますので、ぜひとも応援しがてら、ね、見ていただければ。多分ね、結果的にはもうネットですぐヤフーニュースとかですね、そういうの流れます、メダル取った取らないっていうのが。出てなかったら取ってません、残念ながら。でも
メダル取ってたらですね、必ずヤフーニュースとかですね、そういうネットのニュースに絶対出てますんで、ぜひ気にしていただいて、朝起きたらですね、まずネットを見ていただいて、成績を気にしていただけたらなと思います。ここで一緒にですね、ご飯を食べたりですね、ここじゃなかったですね、あの1回目はあっちでしたね、この隣の、ね、あの食堂みたいなところ、ね、あそこで、やりましたけども、あそこでみんなでですね、踊って騒いだのを今でも思い出しますけども、その時前とですね、あと両選手が一緒になって、踊ってましたけども、そういう、選手たちが今、活躍してくれてます。で、もう一つですね、嬉しいのが、沖縄出身の未来体操クラブのですね、浅戸圭介選手、これ今26歳ですかね、あれ26歳か、24歳、3歳、23ですね、の浅戸選手がですね、これ未来体操クラブから興南高校に行きまして、で福岡大学に行って、今、三重県にあります総合体操クラブというところでコーチをしながら、現役で選手になっているんですね。その選手がやはり跳馬が強いというところで、跳馬で、日本で代表になりまして、今回も跳馬だから2時から始まります種目別の大会の時に跳馬で予選に残ってます、ですから跳馬でですね、今回メダルを取ってくれるかもしれないということで、沖縄出身の選手が久しぶりにね、出ましたので、ぜひ応援していただければと思います。まあ、その前だと僕が一緒にいた松永選手っていうね、松永さんっていうのは興南高校で僕の一つ上の、ね、先輩で、その選手がやっぱりバルセロナオリンピック一緒に行って銅メダルを、平行棒で取ったんですけどね、それ以来多分います沖縄の選手の日本代表知念さんです。そうです、知念さんもバルセロナオリンピックなんですよね。で今息子さんが今世界体操の、ね、ナビゲーターやってますけども、あれ知念君は知念高橋さんの息子さんですから、知ってました、大丈夫です、うん、知ってますよね、ジャニーズのね、知念君は、息子さんでありまして、でそのバルセロナ以来だと思います。そうですよね、はい、バルセロナ以降ずっと沖縄出身のそういう日本代表選手はいなかったんですけども、今回浅戸選手がですね、世界選手権日本代表で行ってくれたっていうことになってますんで、ぜひ来年はですね、この浅戸選手を連れてこれればなと思ってます、このね、イベントに。ありがとうございます。このイベントが開かれればという話になりますので、ね、ぜひ皆さんのお力で応援していただいて、またこのイベント来年もね、開催させていただいて、そうすると浅戸選手多分ね、連れてこれるかなという気がしてます。はい、ですので応援の方をまたしてあげてください。で、今回の、世界選手権ありますけども、オリンピック決まりまして、もうあと3年と言われてます。でももうあと3年もうありません、実は、もう実はオリンピックまであと何日かと言いますと、すぐネット見たらすぐ分かるんですけど、あと120日しかありません。120日で開会式始まります。実は2020年の7月24日夜8時から東京で今作ってますね、改装してますけども、国立競技場、あそこで開会式が夜8時から開催されるということになります。それまでね、実はもうあと1020日しかないんですよ。ということは1年365日ですから、かける3は出てないですよね。でこのオリンピックに出るための予選っていうのは、実はもう来年、再来年の夏です。ですからもう2年ないんですね。でオリンピックを目指している選手たちにとってはもう2年を切ってるんです。オリンピックまで、本番ではないです、予選まで。だからその夏のオリンピックの予選に通らなければ、もうそこでオリンピックないですから、だからもう戦いはですね、もう1年とそうですね10ヶ月ぐらい後にもうオリンピックの1次予選が始まるということで、もう本当にすぐ手前まで来てるっていうのがこのオリンピックの実情です。皆さんはね、見るときだけなんで、予選とかあんまりね関係ないんで、やっぱり見るのは本番のこの8月ね、7月の終わりから始まるオリンピックを見て、
始まったと思うんですけども、その選手たちにとってはもうあと1年と10ヶ月ぐらいでオリンピックが決まるっていう、そういうことになっています。ですからぜひですね、オリンピックを目指している皆さん応援していただいてね、また村上茉愛選手もあとだから、まあ、あと本当にその3年もないわけですよ。だからちょっと今回の、世界選手権を見てて、村上茉愛選手はなんとか東京オリンピック持つんじゃないかなという気がしてきました。ね、これだからリオで終わってですね、またリオのオリンピック去年終わってからですね、ちょっともうガコッと調子が下がって、ね、日本代表になれなかったりとか、もう日本代表になってもあまり成績が取れなかったりっていうとだんだん落ちていく一方なんですけども、村上選手の場合はリオが終わってもうさらに、実力が上がってました。演技を見てると、ですからちょっとこの東京オリンピックもですね期待できるんじゃないかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、今日はですね体についてなんですけども、僕大体ですね、その基礎体操の大切さっていう、まあ、基礎代謝とか基礎運動能力とかですね、そういう基本的な皆さん の体のことについて多分少し話したと思うんですけども、今回初めて来られた方手を挙げてください。はい、手を挙げてください。ありがとうございます。半分くらいいますね。で、多分僕が話したこと、去年とか一昨年に話したこと一緒のことを多分話してるのはいっぱいあると思うんですけども、まあ、大概忘れてると思うんでもう一回言いますね。ね、まず人間の基本、やっぱりどんだけお金持ちでもですね、人間健康でないと全く幸せではないんですよね。お金持っててももう病気でね、病気が出ないからどうしようもありません。幸せ、何が幸せかっていう人それぞれ違いますけど、やっぱり健康っていうのが一番大事です。健康を保つね、これから生きていくために健康を保つ。でも年を取っていくとだんだん衰えます。何が衰えるか、体力ね、衰えます。脳も衰えますね、いろんなものが衰えてきてしまう。骨も衰えます。でそれをなんとかね、ここからね、一番ピークがやっぱり若い時ですよね。20代がやっぱりピークですかね。20代から30代いくまでぐらいが多分ピークだと思うんですよね。そこからはこうだんだん緩やかに落ちてガクンと落ちたりしますけどね、だんだん落ちていく一方なんです。だそれをなんとか落ちないようにこう落ちていくにしても、ちょっとずつちょっとずつね、していくためにはどうしたらいいのか。落ちるのはしょうがないんです。ここから20歳から30代40代50代ずっと上がっていく人はほとんどいません。無理です。で、体操選手の寿命はだいたい女子だと大学生ぐらいまでです。大学生ほとんどやめちゃいます。だから村上茉愛は、24歳の時にオリンピックが来るんで、東京オリンピックは大学卒業して2年後にオリンピックが来ます。はい、ですから、まあ、なかなか大変なんですね、そういう意味では。で、男子で30以上やってる体操選手、男子はほとんどいないんです。実はもう30手前で大体引退します。やめちゃいます。なぜかっていうと体が限界に来るんですね。やりたくても、自分がやりたくてももうどんどん落ちる一方なんです。体力的には、体的には。だから今回の内村選手、知ってますよ皆さんね、あいてててってなって危険しちゃいました、跳馬で。ね、そんなに着地してるのを見る限りはそんなに大したことなさそうでしょ。なんで痛いのかなって言ってるかなって感じなんですけども、あれはですね、もう着地マットが、昔はこう本当に硬いマット1枚でやってたんですけど、今はそれに薄いマットですけど10センチのマットを入れるんですね。だからすごく沈むんです。沈むからだいぶ着地が助けられるんですね。柔らかい衝撃が緩くなってるんですけど、それでもやっぱり来ます。衝撃があんだけの高さから落ちてるわけですから。それで内村選手の場合はこう着地した時にまっすぐこう降りてれば足首そんな負担にならないんですね。でも回転がちょっと縦の回転が弱くなってて、起き上がってこれ来なきゃいけなかったのが起き上がれなくて、ちょっと前かがみにこうやって着地してるんですよ。
で、それで踏ん張った時に足首がですね、ぐっとこう、ぐっとですね、潰されちゃうんですね、この足首が。で、足首が詰まるっていう状態になって、それでもう痛くて、次演技ができなかったんですね。で、これは僕ら体操選手ではよくあるんです。そういう怪我。で、僕らがやってた時代はもっと着地マットがかからなかったんで、あっという間にああやって怪我して退場するっていうか、できなくなる選手いっぱいいました。で、今はマットが引いてあるんで、そこまで怪我がないんですけど、それでも内村選手がやっぱりああなってしまったっていうのは、年ですね。で、本当に年齢の問題があるんですよ。やっぱりその関節とかも弱ってきますから、だからそれだけの衝撃に耐えれなくなっちゃったんですね。で、そのずっとやって練習やってた痛みも、まあ、蓄積されてるっていうのもあります。そういうのでやっぱりそこまで危険しなきゃいけないぐらい、まあできない演技ができないぐらい痛みが出ちゃったということなんですね。で、皆さんその年にはやっぱり勝てないんです。で、それをうまくそこと付き合っていかなきゃいけないんで、年齢でいくと落ちてくるっていうことに対して、で、まあ内村選手もでもあれ、ああいう僕も危険したっていうのどんなひどい危険かなと思ったんですけど、あれだったらまたすぐ復活できます。あのぐらいのあの程度の怪我であったら。ですから、まあもうね、選手が生命が絶たれるとかそういう怪我ではなかったんで、よかったなって安心してるんですけども、だからまあまた来年の、大会、世界選手権で、ね、出てきてくれると思うんですけども、ただやっぱりその東京オリンピックまでその体力、ね、力を維持していくっていうのは、まあ、内村選手でもやっぱりすごい大変、30超えてまで体操選手をやるっていうのは大変だということなんですね。で、まあ皆さん、ね、まあ、だんだん年を取ってきてこう体力が衰えていく、まあ、そういう健康を維持するのにやっぱり大事なことっていう、まあ、健康の三大原則3つあります。食べること、寝ること、体を動かすこと、この3つです。三大原則ですね。みんなもう知ってますよねっていうか、まあ、やってるつもりですよね。でもこの食べることは大丈夫だと思うんですね。これ、まあ、沖縄もね、やっぱり美味しいもありますし、もう豚よく食べますし、アグー豚ねよく食べますし、あと、まあ、沖縄は、まあ、食べ物的には多分いいと思うんですけども、その寝ることっていうのはですね、やっぱり年を取って寝れなくなるね、早く目が覚めちゃう、もう、はい、早く寝たから早く目が覚めるんじゃなくて、遅く寝ても目が覚めちゃうっていう、そうですよね、遅く寝たのに朝必ず目が覚めるっていうことあります、お年寄りになると。これなんでかって言いますと、実は寝るのにもやっぱりですね、体力がいるんですね。もう体力が落ちてるから寝れなくて起きちゃうんです。実は規則正しいから起きるんじゃないんですよ。ただね、もう体力がなくなってずっと寝とくのが辛くなっちゃうのね。ずっと長い時間寝るのが体力がないと辛い、だから一回起きちゃうんですよね。目が覚めちゃう。で、子供とか全然目覚めないでしょ。ずっと寝てますよね、赤ちゃんとか。どんだけ寝るっていうぐらい寝るじゃないですか。あれやっぱり体力がしっかりあるんです。体力のある人はお年を召した方でもしっかり寝れます。だからその体力をつけてしっかり睡眠取らなきゃいけないんで、それをどうするかっていうと、体を動かすということですね。体を動かす、運動する。で、これがやっぱり必要だと。体を動かすことによって体力がつくんで、睡眠が取れる。ね。そして、しっかりと食べて寝ることによって、健康は維持できるんですけども、やっぱり、食べるに関しても、いろんな成人病の原因として、ほとんど食事ですよね。わかりますよね。糖尿の人とかね、もうビールばかり飲んで痛風になるとかですね。ね、もう食事ね、いろんなものを食べ過ぎて、いろんなものっていうかこうね、ある特定のものを食べ過ぎてとして、こう成人病になっていくわけです。で、まず日本のもう食事、日本人の食事っていうのは、もう肉も魚も野菜も何でも食べますよね。まあ、中国人じゃないですけど、中国人ほどは食べないんですけど、でもやっぱり日本人っていうのは何でも食べます。だから日本の食事っていうのはすごくバランスよくできている。だから
バランスよくいろんなものを食べてたらそんなに病気にはならない。日本の食事っていうのでも、もう海外のね、欧米のそのアメリカの文化が入ってきて、もうファーストフードばっかりね、ピザとかハンバーガーとかばっかり、まあハンバーガーよく食べてますけどね、あっという間ね、あとステーキ、まあステーキもいいですけども、だからそればっかりじゃダメだっていう。だからステーキも食べるんだけど、しっかり生野菜も食べなきゃいけないしとかね、いろんな付け合わせもちゃんといろんなものを食べなきゃいけない。それがアメリカとかも偏ってますからね。だからちょっともう体を悪くしたり肥満になったりとかものすごく多いですよね、アメリカの場合は。で、日本人はそのしっかりとバランスよく食べれるんで、そういう日本の食事をしっかりとバランスよく食べてれば病気には基本的にならないんです。ただまあ問題なのは、お酒です。沖縄の人はお酒大好きですからね。ですね。ただまあお酒もですね、いろいろあるんですけども、種類が、まあ、一番太るのは何かで、僕はいろいろと栄養士の人に聞いたんですけども、やっぱりワインが一番太るらしいです。ワインもうあれがやっぱり一番カロリー高いらしいですね。だからまあ一番、まあ、太りにくいのは焼酎だったりするらしいんですけども、まあ基本的にお酒はあんまり飲みすぎはいけないっていうのも確かです。はい。ね。それで、まああと食事気をつけなきゃいけないんですけど、まあもう病気になったらしょうがないんですよ。ね、いろんなこと気をつけなきゃいけないんですけど、基本的にはしっかりとバランスよく食事をして、お酒はまあ控えめに飲みすぎないというところが一つあります。で、僕はお酒とタバコ一切やりません。全くやりません。ちっちゃい頃から親父がですね、父親が下戸でお酒飲まなかったんですね。その血を引いてるんだと思うんですけども、飲まなくて、お酒飲めなくて飲まないんですけども、やっぱ僕はの場合だとお酒飲まないで何飲むかっていうと、お茶が、まあ、コーラなんですね。コーラ、大好きなんです。コーラで、コーラを常に毎日飲んでると太ります。必ずこれはものすごい甘いですから、だから僕なんか太ってくるとコーラをやめます。コーラダッチをすると体重が一気に減るっていうぐらい、その飲み物ですごい左右されるっていうか、飲み物に結構まあ太る原因があるっていうのはあるので、皆さん意外に飲み物はそんなにと思ってる人が多いかもしれないですけど、飲み物きます。はい。なので自分の中でちょっとね、いろいろ思い返してみて反省をしてもらって、これはちょっとやめとかないととかね、これはちょっともう、ここはもうやめて、お水にするとか、お茶にするとかですね、そういうことを考えてもらえると、と健康につながるという一つ、ね、食事とか、飲み物です。そして、体力をつけるのに体を動かすということなんですけども、体を動かすのに、まあ、いろんなものがありますけども、スポーツもそうですけども、体を動かすきっかけとして、まず、簡単に一番できるのはウォーキングです。歩くっていうのは、まあ、みんな誰でもできることなんで、歩けます、ね、で歩くのも痛いっていうのはですね、膝が痛くなら歩くとっていう人います。これ体重重すぎます。体重減らさなきゃいけないんですけども、歩いても痛い、膝が痛いとか足首痛いっていう人は、プールとか海の中を歩いてください。水の中で体重をの、まあ、軽減させて、その中で歩くっていうこと一ついけます。で、元気な人は、すごくいいのは縄跳びです。縄跳び跳びます。お金かかりませんもんね。あと、まあ、フィットネスとか行ける人はフィットネスに行ってもらったりとかしてもいいんですけども、やっぱりそうやって自分で何かきっかけを作って体を動かす。僕の場合はですね、そんなにトレーニングは今最近やってるわけじゃないんですけども、やっぱりゴルフはいっぱいします。ゴルフで、まあ、ゴルフで歩けばいいんですけど、あんまりカートばっかり乗ってますけども、でもそれでもやっぱりね、その楽しく体を動かすっていうアイテムの中では僕自身はゴルフが最高です。まあ、体操はね、楽しんであんまりできないんで痛いしですね、大変だし怖いし、ですので、まあ、ゴルフを僕はやってます。でそういう何かきっかけがあってですね、これゲートボールでもいいしですね、まあ野球とかサッカーでもいいんですけども、そういうのは激しくなるとできないとなるのであれば、もうちょっとね、おとなしいスポーツをやっていただいて、で、こう楽しみながら体を動かせるということですね。それ何かきっかけがないと、ただやれって言われてもなかなか多分やるのは難しいと思うんで、
ぜひそういう、ね、何かやりたいというきっかけを、ね、楽しんでやれることを作っていただいて、まあ、体を動かしていただければなと思います。で、その中で、まあ、体を動かすっていう中でですね、非常に大事なのが今日も、ね、ちょっと体操の授業でやりましたけども、ストレッチ柔軟でございます。柔軟ストレッチ、皆さんやってますでしょうか。柔軟ストレッチやってる人手を挙げてください。はい、手を挙げてください。自信を持ってお前やってるやろ、ほらお前やってるんだよ。はい、お話してください。ほとんどいません。これは絶対にダメなんですね。絶対にやらないといいですか。もうストレッチ柔軟やることでですね、本当にお医者に病院に行くことの機会がですね減ります。怪我をしなくなるんです。だから痛いところが出にくくなる。だからしっかりと体を動かしているとね、もう痛くてお医者に通わなきゃいけない、ね、リハビリしなきゃいけないっていうことがなくなるんですよ、少なくなるんです。でしっかりと、ストレッチ柔軟をしなきゃいけないんですけども、みんなほとんどの人がやり方をあまり知りません。で僕らはストレッチをやらなきゃ体操できなかったんで、柔軟をもうそれが身についてるっていうか、もう染み込んでるんですね。だからこう待ってる時に 何かしらこうストレッチをしたりね、やってるんです。こう何かしらで、大体皆さん肩こりっていうのが多いと思うんですけど、肩こりなんでなるかっていうとね、手がここから上に上げるっていうことが非常に大人になると少なくなります。じゃあちょっと皆さんちょっと一回手を上げてください。両手、はい、一回ギュッて伸ばしてください。ギュッはい、下ろしてください。いやもうそれでハーって言ってる人いますよねそれで疲れてる人いますよね。でも本当に大人になるとですね、今みたいに手を上げることっていうのが少ない。子供の時はもうね、何かこう登ったりとか何したりとかっていうのでいっぱい動かすんですけども、大人になると本当にこう手をしっかり上げるっていうこと自体も少なくなる、ね、肩から上に手を上げないんです、あんまり大人って。だって上げる必要ないでしょ。でもそれをあえてやっていかないと体が固まってしまうね。で、その中で肩で言いますと、もう肩で言いますと、このいつも言うんですけども、肩っていうのはここじゃないですよ、ここだけが肩じゃないですよ、みんな肩こりっていうとこの辺で肩こりって言うんですけども、ここだけじゃなくてこの肩甲骨の後ろですね、このこうやって回したらですね、この肩甲骨がすごい動いてるこの辺、ここの部分っていうのが固まっちゃうと肩こりになります。ですからここの肩甲骨をしっかりと動かすと肩こりは軽減します、なくなります。で僕らは本当に今47歳になりましたけど肩こりはありません。ならないです。肩こりなる前にちゃんと治しますから、ならないように防ぎます。ですからこの肩甲骨をしっかり動かすっていうことをですね、皆さん忘れるっていうのは知らないんですね。じゃあちょっと皆さん肩に手を置いてこうやって肩を回してます。肩に手を後ろと前でね、これ肩甲骨すごい動いてるの分かりますか。肩甲骨しっかり回してみてください。肩甲骨動いてる分かります。後ろの肩甲骨をちょっと意識して回してみてください。はい、いいでしょうね。あと首も回しましょう。今まで首を回してみてください。こういうことですね。はい、ね、ちょっとだからそうやって肩甲骨を意識するだけでもですね全然違うんですね。肩を回すとき、肩回すっていうとここを意識するんですよ、ね、ここ肩っていうともうここって感じするんですけども、そうじゃなくてここです。ここを意識して肩を回すのがすごく大事なことなんで、これを覚えておいてください。これをやる、こうそうやって意識して肩を回すだけでも全然この肩こりっていうのはなくなってきますし、ね、軽減されます。覚えておいていただ
ければと思います。で、あとやっぱりストレッチ柔軟するときにこの股関節、股の間のね、ここ股関節っていうのはものすごく大事です。股関節ね、これをまあ柔軟するやり方とかあるんですけど、お相撲さんの形してこうやってこう、みんな四股を踏むときっていうか、お相撲さんってこうやってますよね。これ実はただこうやって楽だからやってるんじゃないですよ、お相撲さんって。これで股関節を柔軟してる。股関節、これみんな家でやってみてください。こうやってね、腰を落とすっていう柔軟と、これ股関節ものすごい痛いんですね。これで手をついてこうはっきり置いて、この形になったらものすごい痛い。もう股関節気持ちいいっていうより痛いです。でこれで肘ついたらもっと痛いですね、股関節で。これがストレッチになってる。でこういうストレッチも皆さんやらなきゃいけないですね。あと屈伸って言ってこうやって膝を曲げてこうやってやるやつあります。これがですね、皆さんね、足の裏全部ちゃんとつけてやると、こうやって曲げ落とすと、うわーってこうやって倒れる人います。いますよね。後でやってみてください。家で恥ずかしいからね、今やると転がる人いっぱいいるんで、こうやってやったときに、でこうやってちゃんと曲がらない人はどこが硬いかっていうと、この足首が硬くなってるんです。足首がもう固まっちゃってるんで、こうやって曲げようとすると、ここから曲がらないんで、足首がこうやって後ろに行くしかない。ね、これがね、体が固まってきてるということになるんですけども、だからそういうふうに、いろんな関節がですね、固まってきます。人間の体、年を取ってくると。だからそれをどうにか固まらないように、いろんなストレッチ柔軟をして柔らかくしていくっていうのが、この健康にね、年を取っていく一つの秘訣でありますし、ストレッチを覚えてくると、お金がかかるんですね。自分でできますから。で、今お金出してこうストレッチ教室とかありますけどね、あれは本当にお金を出す価値はあります。なぜかというと、自分で柔軟するだけじゃなくて、やっぱ人に押してもらうっていうのはものすごくいいですね。人に押してもらってしっかりやらないと、ちゃんとした柔軟は実は本当はできないんです。自分でやってるだけで限界があるんですね。だからぜひね、パートナーがいたり、子供がいたりね、奥さんやね、旦那さんがいたら押してもらうようにして、ストレッチで、いきなりイヤーッと押すとブチっていきます。本当にゆっくり押してあげる。ゆっくりでも時間をかけてですけど、痛いぐらい押してもらうっていうのはベストです。痛くないとあまり意味がないですね。やっぱ痛いぐらい、ある程度押してあげるということが大事だと思います。ですからストレッチ柔軟めちゃくちゃ大事ですね。頑張ってやっていただければなと思います。あと最後ね、よくスポーツやったりするときに体幹って言いますけど、体幹トレーニングって言いますね。まあ前回も言ったと思うんですけど、体幹ってどこでしたっけ。まっすぐでしたっけ。体幹っていうのはいいですか、覚えてください。体の幹って書きますけど、体の幹の部分っていうのは何かっていうと胴体です。胴体、手足、これ四肢って言いますね。手とか足で、この手とか足をちゃんと動かすには、この胴体の部分、これをちゃんと鍛えないと体が動きませんよっていうことで、体幹トレーニングすごく言います。体幹っていうのはこの胴体の部分ですね。でこの胴体をしっかり鍛えないといけない。これの中には腹筋だったり背筋だったりお尻だったりね、肩だったり全部入ってます。だ体幹トレーニングというのはこの胴体の部分をしっかり鍛えなければいけませんということなんですね。で体幹鍛えるとね、こういうのがちゃんとできるということなんですね。47歳になりましたけども、これぐらいはできますからね。いきますよ。いいですか。一応47歳ですからもうね、もうあと3年で50ですけども、びっくりしますけどもね。でもこのぐらいはできるんです。でこれはやっぱりまあいろんなとこトレーニングしてるっていうか、ある程度動いてるのもあるんですけども、体幹がしっかりしてるんです。体幹しっかりしてないとこうならない。まっすぐに体幹してないとビローンってなっちゃうんで、逆立ち止まらないんですね。でもだからこの体幹を鍛えるっていうことが、その全ての動きにつながるんです。で昔から
僕ら体操選手は言われてたんですけども、他のスポーツで言われ出したのが最近ですよね、この体幹、でもまあこの体幹っていうのはものすごく大事なんで、皆さんも暇があったら腹筋とか背筋やったりとかね、肩の運動やったりとかね、さっきのストレッチ股関節やったりとかして、この体幹の部分っていうのをすごく鍛えるっていうのを覚えておいていただければというふうに思います。ぜひですね、これ実践していただければいいんですけども、急にやるときますよ体が壊れちゃったりするんで、去年僕の話を聞いて、副市長の誰さんですか、上田副市長がですね、やりだしたらしいんですけども、すごいすぐ体が痛くなってですね、やばくなっていう話を言ってたんで、いっぱいたくさん急にやったら多分徐々に徐々に増やしていってください。これやらなかったやってなかった人がいきなりもうよーしってやって怪我しますから、これ怪我するぐらいやっちゃダメなんで、徐々にね、しっかりと体を動かしていただければなと思います。まあということで、今日はこのぐらいで僕の話は終わりたいと思いますけども、あとですね、今日一緒に来てくれました、工藤拓磨選手を紹介したいと思います。拍手お願いします。工藤拓磨選手はですね、うちで小学校の時から3年生からうちでずっと、体操を習ってきまして、そういう選手コースでジムナスのコースがあるんで、そこでずっと体操を続けてきて、今高校3年生になりましたね。だからうちに10年近くですか、体操を続けている生徒になります。で今回、6月に行われました種目別選手権というのがありまして、これは白井選手と内村選手もみんな、そのシニアの選手も全部出てる中で、日本の中で種目別の1位とか2位を決めるっていう、そういう大会でですね、一応予選に、残ってですね、その大会に出ることができましたんでね、そういう、ある程度選手になったんで今回連れてきました。で今日は宴会の中でですね、日本って本当にやってるできる人が多分少ないと思うんですけども、白井選手がやってる最後にやってる4回ひねりっていうね、白井グエっていう技があるんですけども、それをちょっと宴会の中で見せてくるんで、それはしっかりと成功してくれましたんでね、またビデオとまた誰か持ってると思うんで見せてもらってください。ちょっと一言喋らせますんでよろしくお願いします。こんにちは、工藤拓磨です。今回はこの中にいていただいてありがとうございます。また、2020年の東京オリンピックに出れるように、これから努力をしていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、という、形でですね、今回は工藤拓磨選手連れてきましたけど、またね、来年はいろんな選手を連れてきて、子供たちまたは皆さんに刺激を与えられるようにですね、僕も頑張っていきますので、どうかまた応援してください。どうも今日はありがとうございました。Thank you.
玉結び雪田戦会又吉美子流布道場の荒垣恵理子さん、荒垣真理子さん、踊っていただいた流布の子供たちが大城エレンちゃん、五崎ロンくん、五崎愛理ちゃん、五崎アシュくん、皆さんこんばんは。本当にお忙しい中、日曜日、そして連休の中、このような大勢の方に来てくださいまして、本当に、ありがたいと思っております。本当にありがとうございます。実は沖縄市の陸上競技大会がありまして、競技委員長の競技委員長、市民スポーツ課長の玉城さん、そして主催者である、競技長の、ここに来ていただいてもいいですか。大丈夫です。ちょっとハラハラドキドキしておりまして、まあ、市の方もね、たくさんの今日行事がありましてですね、自治会の方では各その運動部がありまして、その打ち上げもあってですね、パラパラとしておりますけども、まあ、でも本当に毎回お身内の方でですね、固めていただいて本当にありがたいと思っております。先ほど池谷さんから、ご紹介ありましたように、今回で3回目になりますね。1回目に来てくださった加藤良平君、そして村上舞ちゃん、村上舞ちゃんまだあの時高校生で、華奢な女の子が体操するのかなと思ったら、床の上でね、5回転とか3回転とか、もう何回転回ってるのか、こちらの方が目が回るぐらい の、その演技をしてくださってですね、まあ、今日も、工藤君が4回転、白井グエン、4回転です。なんで白井君の名前が先に、入っているのか、皆さん分かりますでしょうか。さっき言った E 難度というものがありまして、綺麗な方が先に名前をネーミングとして付けることが可能です。ですから、クエンさんよりも白井君の方が綺麗だということで、同じその、パターンで演技したんですけども、白井君の方が綺麗ということで名前が付いているそうです。まあ、いろいろとその、体操競技の、ね、勉強させていただいているんですけど、男子は6種目で、女子は4種目、それすら私は分かりませんでして、今日、さっき教えていただいたこと、まあ、本当に勉強することはたくさんあるんですけども、基本的なその体操というのは、まあ、基礎体操、基礎体幹というですね、まあ、これはやっぱり大事なことだなと思って、沖縄市主催、そして教育委員会が主催、まあ、これも、今日来てくださっている、長尾副市長、そして、狩方教育長、楽しみ課長、本当にこの3年間温かく見守っていただいて、補助金も出していただき、来年もよろしくお願いします。はい、もうその日になっておりますので毎年の義務、恒例行事ということで本当によろしくお願いします。まあね、話はいろいろと話したいことはたくさんあるんですけども、まあ、先ほど6時半頃のテレビ番組を見ましたら、ニュースで、やっておりました。子どもたちが名馬、まんまるくしてね、来てもらいたい、本当に、楽しかったっていう、子供の笑顔を見た瞬間に、あ、ほっとしました。皆さん、工藤君ありがとうございました。今日は、沖縄市で、写真も撮っても大丈夫ですか。Facebook にも載せてもいいですか。はい。まあ、それも許可済みでございますので、皆さん、連行で、わきあいあいとやっていきましょう。今日一日短い時間でございますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、今回池田理事長氏による体操教室および体操演技をしていただきました工藤拓磨さんのお二人に、長野社長と記念品のジュエがございます。
感謝状、池谷幸雄殿、あなたは平成29年度沖縄市体操教室においてトップアスリートの豊かな経験と卓越した技術をもとに実践を交えて分かりやすくご指導されました。この度のまたこれまでの取り組みにより沖縄市をはじめとする沖縄本島中部地域の青少年体操の資質向上及び沖縄県少年スポーツの発展に大きく寄与されました。よってここに心より深く感謝の意を表します。平成29年10月8日下沢会会長島田茂。記念品ですが、本日来てくださっております宮城秀夫先生の C さんの杖の、置物を、贈呈としてありがとうございます。感謝状、明星高等学校工藤拓磨殿、あなたは平成29年度沖縄市体操教室においてトップアスリートの豊かな経験と卓越した技術をもとに実践を交えて分かりやすくご指導されました。この度のまたこれまでの取り組みにより沖縄市をはじめとする沖縄本島中部地域の青少年体操の資質向上及び沖縄県少年スポーツの発展に大きく寄与されました。よってここに心より深く感謝の意を表します。平成29年10月8日下沢の会会長島田茂。それから池谷先生におかれましてはですね、今日この、講演会も行ってしていただきましたが、今日朝11時から市の体育館で体操教室も、行っていただいてですね、また先生はじめ嬉しいと思います工藤選手ですね、明星高校3年ということでですね、今回も先週もですね参加していただいて、市内のこのクラブ体操クラブも小学生それから中学生もですね、市外からも参加していただいてですね、いろいろと直接、メダリストのですね池谷先生からですね、直接指導をいただいたということで、子どもたちにとっては大変刺激を受けてですね、
今後新たな目標ができると思っております。ぜひご引き続きですね、今後ともこの対策を続けていきたいと思っております。これはここだけの話なんですが、実は大変少ない金額でやっていただいたんです。予算もわずかな予算ではあるんですが、先生には機会を引き受けていただいてですね、大変感謝しているところです。さて、3年後東京オリンピックが開催されますが、56年ぶりで東京以降での開催ということであります。で、東京オリンピックに行きましてはですね、今沖縄市でもスポーツ振興でですね、いろいろと、海外、国内外からですね、いろんなスポーツの、国際大会をはじめですね、誘致していきたいということで、今小沢の公園でパム的広場というのを今建設中で、皆さんご覧になっているかと思うんですが、あれはですね、国内練習場ということで、これまでもあったんですけども、今作って来年の3月には完成しますが、屋内練習場ということですね、野球で言えば内野ができます。内野ができるぐらいの広さで、それからフットサルだと3年、そして、スポーツ以外もですね、子どもたち保育園の運動会もできるような施設に、したいと思っておりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。それからアリーナですね、1万人のアリーナも今整備していくところなんですけども、レアサライナーというから工事に入る予定であります。これができますと、国際大会も含めまして、ね、今ちょうどFIBA、国際バスケットボールですね、もう誘致に向けて今日本で、日本のバスケットボール協会が、日本が手を挙げておりまして、沖縄市が今候補地として、今候補しているところで、今年の12月にはそれが決定すると思うんですが、まだ、これは確定ではないんですが、非常に期待をしているところであります。それからもう一つですね、ブラジルのバレーボールチーム、今世界ナンバーワンですね、ブラジルのタゾット監督もですね、実は先月沖縄市においでいただきまして、その時にオリンピックの事前合宿についてですね、今ご検討されていただいて、ぜひこれについてもですね、誘致したいというふうに今進めておることでございます。沖縄市もこれからスポーツによってですね、スポーツ振興を通して市の活性化に向けていろいろと取り組んでまいりますので、ぜひ、ご理解ご協力を今後ともよろしくお願いしたいと思います。それでは、また来年もよろしくお願いします。中野副市長、ありがとうございます。それでは乾杯のご挨拶を沖縄市教育長萩島雅俊さんのようにお伝えいたします。こんばんは、教育長の萩島です。どうぞよろしくお願いします。今日は池谷先生のですね、体操教室が、11時から、2時までですか、約3時間ぶっ続けて行っております。非常に充実していたという報告を受けております。これも3年目ですね、3回目になっておりまして、1年目も好評、2年目も好評、そして3年目もレモン工業ということでございます。ぜひまた来年もですね、池谷先生をお招きして体操教室をですね、開催したいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。本当に世界のトップレベルまでいったスポーツ選手、体操選手がですね、今指導者として沖縄市に見えて子どもたちを指導する機会があるということは本当に有意義なことだと思っております。指導者の仕事は、種をまくと言いますかね、本当に種をまいて、いらっしゃるということであります。この教室を受けた子どもたちの中からですね、
また素晴らしい体操選手が一人でも多く生まれることを願っております。そしてまた今日は工藤選手も、見えております。ぜひ東京オリンピックですね、ぜひ出場記念しております、祈っております。本当に去年は村上選手がこちらに見えて、もうやがて金メダルというところまで昨日ですね行きました。本当にそういう選手を育てている池谷選手がですね、池谷先生がですね、こうして沖縄市に見えているということだけでも本当に誇らしい気持ちであります。今日はそういう思いを込めてですね、みんなで乾杯をしたいと思います。今朝に体操教室のさらなる発展と、今日は工藤選手のですね、東京オリンピックに向けての今後の活躍を記念して乾杯したいと思います。乾杯。
Thank you.
OK です。ありがとうございます。今お話があった通りですね、昨年6月
ストリートワークアウトの日本支部を立ち上げました。例えば本当に例えばフィットネスとか体操だとか、本当にこの歴史があるものというのは本当にちゃんとそういうその日本体操協会ですとか非常にこうちゃんとした組織というのがもう既に存在しているかとは思うんですけれども、私たちこのストリートワークアウトというこの新種のスポーツをですね、沖縄県の沖縄市に立ち上げたばっかりということで、本当に実際その、海を隔ててね、本島と離れた状態で、全国のチームをまとめながら支部としてやっぱり運営していく、組織化していくっていうのは、初年度は今ちょうど約1年なんですけど相当大変です。で、なぜならまだこのストリートワークアウトというのもそもそも決めるのが全くないという中で、ただ非常にやっぱりやりがいを感じているのは、本当に先ほどお話があったように小さなお子様から年配の方までがもともと既にあった公園、そして鉄棒というのを使って、本当にこの思い思いの自分のペースで体作りができる。で、先ほど本当に池谷さんがね、公園でも話されたように、やはりその運動だけではなくて食べる、寝る、運動するっていうこの3つがそれを通じながらこう自然と自分たちも意識していくようになるんですね。実際このうちの代表もですね、大体プロテイン使ってるんだろうって思われますけど、本当に沖縄の県産品の島豆腐とかそういうゴーヤチャンプルを自分で料理しながらこの体を作っているっていう感じで、何ら別に大したものですね、特別なものを食べているわけではない。ただそれはやっぱり運動していく中で自分が体が欲しているものとか、やっぱり疲れたから寝るだとか、全てがこう連動していくっていうのが、私なんか特にもともと運動なんかできないんですけど、自分がこうやっていく中でとってもこう女性にとってもいいなと思いました。女性特有のね、いろいろなこう歪みだとかっていうのもだんだん治ってきますし、で特にやっぱり感じるのは体重計っていらないなって思ってくるんですね。数字じゃなくて自分の体を鉄棒でちゃんと支えられる筋力とか姿勢っていうのが伴って初めてこれがバランスの良い体であるっていうのがすごくこうリアルに実感できる。だからそういったものを世界ですごく広まっているものを、私たちこれを沖縄県沖縄市を発祥としてどんどんこうまずは沖縄から、そして全国規模で、やっていきながら、さらにそういったこうものをどんどん広げて、世界とつながっていきたいというのがあります。で、さらにですね、これは競技的な側面もございまして、先ほどお見せしたパフォーマンスというのをどんどんこう消化していくと、そういった方が競技者になることができます。で、そういった大会が今世界中でこう開催、ワールドカップという形で開催されているんですけれども、この度11月4日にですね、私たち主催で世界連盟公認の、日本初世界ストリートワークアウト日本大会というものを、沖縄市の東南植物楽園で開催いたします。ちょっとそのことについての代表からお願いいたします。今回、競技大会という形で、こういう日本大会を初めて開催するんですけども、これ、基本的に正確性だとか、コンビネーション、アクロバティック性だとか、そういったものをジャッジの方が3人いて、それで各分野を採点して、この点数を、得点を決めて、順位を決めるという流れになります。ちなみに3分の2ラウンドで行います。で、海外今年は台湾の代表と香港の代表の方、そしてワールドカップの上位にいつも優勝している選手が来てジャッジを行います。そしてただこの競技大会だけではなく、マッスルピクニックっていうちょっと造語を作ったんですけど、マッチョなピクニック、これはちょっとコンセプトに今回開催しようと思います。それについてちょっとお話ししています。あゆみさん、お願いします。日本国内でストリートワークアウトを日頃からこう取り組んでいる競技者だけが楽しむイベントじゃなくて、マッスルピクニックと称しまして3つのコーナーを準備しています。この幼い子から今は79歳の方も取り組まれているんですが、お年を召された方まで楽しんでいただける、そして運動経験がある方からない方まで楽しんでいただけるようにマッスルピクニックと称しました。1つ目が平行棒や鉄棒等を利用して楽しみながら体を作る体験コーナー、そして2つ目が食事楽しんでいただくブース、それからメインであります競技大会、この3つのブースを準備しています。こういった形で見る、食べる、遊ぶっていう形で運動に取り組むきっかけになってほしいという思いで、競技大会だけじゃなくてこういう誰でもできるものの大会にしようという形で、あともう30日切りました。それに向けて動いています。ぜひ関心のある方は足を運んで
お孫さんだとか家族だとかあのカップル、彼女、彼氏さんとかでも一緒に来てあの楽しい時間を過ごしていただけたらと思います。そしてあのポスターとかももしあるので興味ある方はぜひあのお声かけていただいてもらっていただけたら嬉しく思います。今日は本当にあのこのような貴重な機会、場を作っていただきありがとうございました。本日は池谷幸雄様、ご紹介様、本当にありがとうございました。そしてこの会を、今日ですね、お集まりに参加していただいた皆様、誠にありがとうございました。